はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース1続きをやっていきたいと思います。これからイースの本を探しに神殿へ行くところですね。あと盗賊もこっちにいるって言ってたので、ちょっと夜だけ寄ってみますか。敵が変わるはずなんで、さっきのこの青いハゲは変わんないけど、こっちは何もねえし。ここ神殿だね。そのままサルモン神殿って言ってたっけ。ちょっと神殿の前にね、盗賊、そして敵変わってねえし、ここら辺。ハゲは大して経験値持ってないと思うんだよね、最初の敵だから。橋があるんで渡っていって、1食らうか。ここか、盗賊の砦。宝箱がある、絶対取れないっしょ。盗賊モーガン、やる気がない。どうしますか、盗賊の砦。盗賊の狩猟と話す。命知らずの構造だな。こんなとこに何をしに来た。まさか一人で盗賊狩りに来たわけじゃあるまい。交渉する。何、俺たちが銀の鈴を盗んだだと。そいつはとんだ誤解だな。銀の鈴がゼピック村の象徴だってのは俺たちも知っている。そんなものを盗んで人の心を踏みにじるほど俺たちは落ちぶれちゃいない。終わり。信じる信じないは勝手だが、そいつは俺たちの仕業じゃない。俺たちが町を荒らし回ってるって、冗談じゃない。勘違いするなよ、無法者にだって掟はある。悪毒儲けている奴らからはいただくが、汗水垂らして懸命に働いている人間から盗んだりするものか。それどころか俺たちのところからも物がなくなる。それも銀製品ばかり。誰だか知らんが、必ず見つけ出して落とし前をつけさせてやる。これ一緒かということですね。まあ犯人は盗賊ではなさそう。あ、取れた。あ、からか。蓋開けとけよ。それにしてもやつは神出鬼没。エステリアは狭いから隠れるところなんて限られているのに、一体どこに行きやがった。あ、クロマントのことかね。で、奥はあれか、多分ダームの塔に続くところなんで、押してみたが岩の扉はびくともしない。鍵穴らしきものはない。盗賊はこんな感じですね。では神殿の方に行きましょう。行って、回復アイテムないけどすげえ心配だな。一気にね、敵が強くなるからね。まあ昔の RPG あるあるですけど、場所が変わるといきなり敵が強くなる。あと自分がね、強くなると自分も一気に強くなるっていうのはありますけど。金の女神像に触れて、ちょっと原理はわからないけど、クリスタルを持ってるとワープができる。宝箱取れる、取れるね。ルビー、ルビーってなんだっけ、売れるやつだっけ。金の装飾がついた大粒の、紅玉。保存状態が良かったらしく、表面には目立った傷はない。サファイアの指輪。ここら辺ってもう売っ払っちゃったから、あれか、暗転してるか。宝箱はここのフロアはこれだけだっけ。っていうかさ、ボスがいた気がする。いきなりボスが現れるからな。ちょ、何もやってないけど、これって取れるわけじゃないか。セーブしとこう。これが、そらね、神殿の鍵。でも俺50しかないんだけど。おお、待って待って待って、いきなり。え、待って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 。44、6減るな。どうなってる。一
一番下にいればとりあえずってとりあえずは当たんないけど、近くに来た時行ってこれ確実に負けるな。8死ぬね。もう1レベル上げたところでダイ当たってる。なんかさ左上になんか盾あれ、ちょっとゴリ押してどれくらいヒットポイントを減らせられるか。一番最初って現れるとこ決まってるかな、左の方。どう当たってなくね。いやこれ絶対無理だ、このレベルは無理またぶちまけた。ちょっとこれレベル上げしないと無理だ。じゃあちょっとレベル上げしてるついでにお金も貯まったんで4400円ですね。あとルビーを売りましょう。確か売れるはず。いくらで売れたかな。あと薬草も買い足したいよね。売りに来たルビー。これは見事な紅玉だ。大粒だし装飾も綺麗だ。1200円。その割には安いな。2番目の2000円が買えて、あと薬草がいくらだったかな。剣はもうすでに買ってあるからね。ここまで揃えれば大丈夫でしょう。鎧を買う。プレートメイル2000円。盾、間違えた。ちょっと待って、また例のバグ病が出てる。で見とるでしょ。で装備するでしょ。銃上がって、銃上がる。残りのお金は1600円。ちょっとアイテム系を見よう。できればね、ウィングも欲しいんだよね。そうすぐ街に戻ってこれるアイテム。薬草がいくらか。クラーゼの病院、かわいいね。リサちゃん、魔物が現れるようになってから怪我人が続出してとっても忙しい。クラーゼ先生なんか医者のいないゼピック村まで往診に行っている。行くのにもさ、魔物に遭遇するから大変だね。クラーゼ先生強いのかな。鉱山にしか生えない赤ジギタリスの薬を煎じたもの。どんな傷も立ちどころに直してくれる。300円。まあお手頃だね。ヒールポーション1個しか持てない気がする。これもう持ってますよって言われるんだよね。だからここぞという時に取っておく。だとさっきの掘り出し物屋さんでウィングが売ってるはず。掘り出し物が欲しい。ウィング、一瞬でこの街に戻ってくれる。200円、安っ。じゃあミラーもちょっと見てみる。魔物の動きを止める力がある。何回も使うと壊れてしまう。500円買おう。そんなにね
お金を使う場面ないんで。じゃあちょっとまたボスの前まで行きます。よし、これでどうよ。ヒットポイントも倍になったし、防御力も上がったし、まずご了承してみよう。どんだけ減らせられるか。結構つくね。ご了承。待って、俺も死にそう。薬草を使いたくない。近くに来た時、あれ、ご了承ってない減ってなくね。いつ、ダメージが通ってない。そうだよね、あの減ってるよね。慎重に行こう。倒した、そういうことだよ。さっきも多分あと一発だったんだな。どういう仕掛けだよこれ。ちょっと待って。オッケー。あ、階段ね。穴が開いたのかと思った。で、神殿の内部。うわ、敵も新しく。一発だ。道はさすがに全然覚えてないんで。一応正面から行って、1しか減らないね。なんだこいつ。でね、ここはね、立ち止まってもヒットポイントは回復しないんで、少しばっかり慎重には行きたい。まあ、薬草があるといえばある。これ開かないでしょ、多分。鍵がかかってるね。鍵を探すのがまず第一か。宝箱ある。虫がいる。ここも鍵がかかってるのか。万能鍵的なものかな。鍵も開けられるし、牢屋も開けられる。ちょっとまた下に行っちゃうな。動けん。1、やっぱね、レベルが1個上がるだけでだいぶ強さが変わるからね。これ最初の入り口の方だよね。なるべく余裕を持って行きたいからな。こういうさ、一本道のところになるともう正面から体当たりをせざるを得ないからね。あれ、下に降りた。何にもないけどいいか。あそこにも宝箱がある。宝箱は鍵がかかっているケースがあるからね。女神像は大して関係ないよね。こっちにもあるか。先の女神像から行ってみよう。取れる？あ、取れた。牢屋の鍵。敵が出てきたんだけど。2発だな。ちょっとレベル上げの意味も兼ねて殲滅しながら行きたい。牢屋の鍵ってことは宝箱の鍵もあるってこと？多分宝は開かないな。一応この階は探索していきますか。ない。お、宝箱。あ、宝箱の鍵だね。宝箱の鍵は宝箱の中に入ってる。そうだ、こういうの普通に落っこってるからね。地上まで出てヒットポイントを回復させないといけないんで。で、下に降りるのか気になるね。宝箱と牢屋が気になるから、先にそっちの方を。お、レベル上がった。早っ。やっぱり敵が強いんだ。
当余裕だったところがさらに余裕になってるから、あれこっちは見た？何にもない。よし、ちゃんと宝箱と鍵じゃなくて牢屋、それを見に行きましょう。1個上に戻ります。右の方だったよね。そうか、左の方から鍵を回収して右へ行けっていうことだね。ちょ待って、これ全然ちげえじゃん。あ、レベル上がったら、例えばヒットポイント回復した、そういうシステムだったっけ。ちょっと牢屋の前に宝箱も気になるんだよな。どこにあったっけ。わかんねえ、迷った。あったあったあった、ネックレス。これは何、また売っ払う用だっけ、なんだっけ。金の首飾り、ルビーは小粒のものが多く割と乱雑に扱われた跡がある。え、これはちょっと傷があるねとか言われそう。ちょっと開ける、牢屋の鍵。なにこいつ、右にあれがいるね。あれはね、フィーナちゃん。ほい、よし。あなたは誰。アドルは自分の名前を名乗り神殿を訪れた事情を説明した。私の名前はフィーナ、ずっと前からここに閉じ込められていました。私をここへ閉じ込めたのは黒いマントをまとった男の人、魔物を手足のように操るとても恐ろしい人です。ここにいてはあなたも危険です。私のことはいいから早く行ってください。いや、連れて脱出しますよ。こんなところに置いていけないよ。私を助けてくれるんですか。信じられない、ここから出られるなんて。アドルさん、ありがとうございます。囚われの少女フィーナを安全な場所まで護衛することにした。そっくりっかりやられちゃうからね。マスクオブアイズ、その仮面は黒いマントの人がこの部屋にしまい込んだもの。きっと何かの役に立つと思います。黒マントのさ、男こんな牢屋にしまうの、アホなんじゃないの。ちょ、安全を確保しながら行こう。ちょっと待って、助けたから一応セーブする。こいつ走れないんだね。なんかさ、ずっといたって言うけど、食べ物とかちゃんとくれたのかね。黒いマントの男は毎回毎回、こう食べ物だって言って食べ物を渡してたのかな。ここはね、敵が出ないからいいんだけど、どんだけ突き放して歩いてきてくれるかだよね。来てくんねんだけど、あんまり突き放してさ出ようとするとさ、フィーナが来ないみたいなメッセージが流れそうだよね。これ完全にさ、なんかアドルのいる方向をこう目指してるよね。引っかかりそう、離れると。どっちだっけ、こっちか。お、2人ワープしたっぽい、エフェクト的に。ハゲ結構湧くからな。ほらほら、こっち見るとさ、こっちを目指すからさ、引っかかるよね。で、一回こっちに誘導してあげなきゃいけない。ちょ、待って待って待って、大丈夫か。え、バグっちょる。お、あ、来た来た来た、危ねえ。じゃあ、あんまりフラフラすると引っかかるな、この子は。ちょっと頭の弱い子だね、残念ながら。可愛いけどちょっと、で、まあ、ちょっと言っちゃうと、フィーナとあのハーモニカさんがしてたレアは双子だよね。まあ、フィーナかレアかって言ったら俺はレアの方が好きだけど。お、もう体力はなくなってしまったか。大丈夫です、アドルさん、ちょっと疲れただけ。
気にしないでください。完全に倒れてしまった。額に触ってみるとすごい熱だ。幸い近くにジェバの家がある。アドルはフィーナを背負いジェバの家を目指すことにした。よく寝ているようだね。薬も効いているみたいだし、一晩も寝れば元気になるだろう。しかし聞けば聞くほど不思議な話、長きにわたって封印されていた地下の聖域にいつの間にか魔物が作っていた。それにあの子は聖域に囚われていたという。わからないことだらけだね。まあ確かにね、何が何だかわからんよね。じゃあまた神殿の奥を目指しますか。あ、寝てる。薬が効いたのかフィーナは落ち着いた寝息を立てている。さて、あれ、どっから出るんだ。こっちか。じゃあまた神殿の方行った。クソ、これゼロってことにはならないのかな。どんな雑魚でもここはまだ回復するね。割とね、だから行ったり来たりさせられる感じだから、まあ、昔のゲームはね、容量が少ないからね、どうしてもそういうことをして尺を稼がなきゃいけないんで、同じ道をね、何往復もさせてみたいな。で、イベントを消化していく。じゃあ、この回は多分大丈夫なんで、下に降りて、で、マスクオブアイズを手に入れたは手に入れたんだけど、使うところは、まだだと思います。どうなるのっていうのは後で使おう。よくわかんねえ。あれ、あそこの宝箱鍵かかってたっけ。やべ、まずは洞窟内部を把握しないとな。いって、あれ、いけねえ。あれ、こっち宝箱だよね。ちょっと違った。あそこ、あ、あった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 、銀の鈴。これあれか、村長が探してたやつか。こんなところにあるんだ。宝箱全回収していかないとね、本当に積むんで。で、こっからさらに下へ行けるか。で、ここからまた敵が強くなりそうな予感がするんで、またセーブをします。これわけわかんないところでセーブすると積むからね。敵に囲まれた状態でセーブすると積むっていう。これ違うね。行くぜ、行って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 、もう一フルくらい上げたい。怖い。いや、どこでもヒットポイントがさ回復できるっていうんだったらいいけど、そういうあれではないからね。象牙の鍵、象牙、象牙3発か。こっちは行き止まり。左の方から敵がいるな。女神像があるね。この女神像何？ワープした。いけ。そういうシステム超強そうなんだけど。いや、やべやべやべ、もう半分減ったわ。待って、戻る戻る戻る。こっけ、あいついるじゃん、ライオンキングみたいなやつ。強マジか。ちょっと本当に慎重に行かないと。いって、これ本当にやばいな。やばいやばいやばい、やべ、死ぬ。これさ、一本道になると無理なんだけど、まあ、ポンちゃんのボスもいるからさ、薬草は使いたくないんだよね。死んだ。ダメだ、ちょっともう1レベル上げよう。
もうそ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 う、これこれこれ、ちょっとねなんかイベントが起きたような気がするなと思ってバルバドの港へ戻ってきました。剣がねもらえた気がするんだよね。あのミネアの町で武器屋で売ってなかった剣があるじゃないですか。この剣を受け取ってくれ、タワールなんか発音が変だけど、タワール。こいつは半年前ホワイトホーンの砂浜を巡回している時に浜辺で拾った。そんなんていいのか、拾いもんかよ。おそらく嵐の結界に巻き込まれた貿易船が積んでいたもの。どうやら東方から伝わった剣らしい。歪曲した刃は凄まじい切れ味をしているが、その分扱いは難しいと思う。だが君ならきっと使いこなせるはずさ。魔物との戦いに役立ててくれると嬉しい。不思議だな、前向きに生きている君を見ているとなんとなく応援したくなる。それじゃあな、何かあったらまた倉庫に来いよ。もう来ることないでしょ多分。これさえもらえば。よし、攻撃力は10ってどうなのっていう感じはするけど。あとお金が6000円あるから、なんか防具1個買えるかな。またミネアの町にちょっと戻ります。鎧から見てみますか。リフレックス5000円か。いや、買おう。で、装備、これも10だね。よし、じゃあこの装備でさっきの神殿の地下を目指していきましょう。よし、これでどこまで対抗できるかだよね。第1層と第2層の敵はもう全然大丈夫だから、サクッとさっきのライオンキングがいる金の女神像、あそこら辺を目指していきましょう。正面からぶつかると1で、結局どっちだ。下へ降りる階段が最短ルートで、いけたいけた、よし。でこの階段だよね。で少し慎重にこうちゃんと半キャラずらしで行って、いた1、こいつも1になったか。1だね、よし、1の一発で。ここもしょうがない。でじゃあ先にここをワープしてみよう。ここの階層をちょっと探索する。宝箱が、この術師みたいなやつ2発か。ヒールポーションゲーなるほど、ただ覚えておく。回復できないからね。いて、いくつ食らった。ちょっと食らうね。あ、ここは完全にヒールポーション要因だな。右の方から行かなきゃダメか。もう1レベル上がってくれると多分相当楽になるんだな。よし、上にも宝箱が見えたからね、あれも回収したい。この正面でしか行けないときはちょっとさすがに。え、宝箱結構いっぱいあんな。え、シルバーシールド、これあれじゃん、強い盾じゃん。そうだよね、これか買ってないんだけど。次の盾、まあいいや。細工の美しい白銀の盾、邪悪なものを寄せつけないよう女神への祈りが刻まれている。よし、これでまたでも楽になった。で奥へ進む。じゃあライオンキングも大丈夫、一応正面から1か。
2発かかるけど、じゃあ気にせず進んでいこう。できればでもね、もう1レベル上げたいよね。あれこれどこだ、あれ戻ってきた。ちょっと待って、ここが女神像、こう来ました。あそこに宝箱、ちょっと待ってね、ここ、ん、あこれなんか銀になっちゃってるね。ってことはだよ、マスカーのアイスをどこで使うかだ。もう覚えてないんだけどね。だからここで戻ったのか。でね、マスクオブアイズを使うとね、どうなるのかっていうと、こっちじゃなくてアイテム、これなんていうの、なんかなんとかが埋め込まれた石の仮面、生物の姿が目に映らなくなるか、角質が見えるようになるということで、まあ、こんな感じで、角質を要は探さなきゃいけないということか。いて女神像に戻って、多分ここら辺の階層だと思うんだよね。だからゴリ寄せるようにいかないと。で女神像がここにもあって、ここはでも完全にヒールポーション要員だったかな。あここ、じゃ外そう。あここだね、よしよしよし、ここの女神像に行けるようになって、でちょっと宝箱がもしあれば回収したいんで、あこっちも女神像か。ってことはどっちからか、先に手前の方から行きますか。じゃあでほい、どこに飛ばされる？ちょっとロードが長いんだけど。なんかこれ。何ここ？ちょっと待って、ボスとかやだよ。一応セーブしよう。ボスだったらな、もう一レベル上げたいけどな。いや違うな。いやでもなんかボスっぽいよね。先にじゃあ奥見よう。怖い。ボスかどうかだけ確認しよう。さっきセーブしたからね。鍵がかかっている。あれ象牙の鍵じゃダメなの？象牙の鍵は死んだ後取ったよね。象牙っていうか象牙っていうか。じゃあもう一個鍵が必要か。じゃあ結局奥に行かざるを得ない。こいつらは駆逐していく。確かにこんな魔物がさ、街に来たらもう終わりだよね、この世の中。一般人じゃどう考えても対抗できないでしょ。あここで宝箱か。で鍵か、多分大理石の鍵。ということはボス戦が控えてそうだね。次のレベルまであといくつかっていうのが分かんないからな。一応経験値はさ表示されるけどさ、結局いくつになったらレベル上がるのっていう話。今9700じゃないですか。100か、大体1万までちょっと経験値を貯めてみましょう。それでレベルが上がるかどうかで、上がんなかったらちょっと先へ急ぐ。あとね、効率よく敵が湧いてくるとこでやっぱレベル上げすんっげ。1枚いったけど上がんなかったわ。じゃあ一応ヒールポーションは1つある。でストックっていうか宝箱でも1つあるから装備はしておくか。でセーブして、多分ボス、よし行きましょう。大理石の鍵、凄まじい殺気を通路の奥に感じる。強い力が呼び覚まされようとしている。マジか、そんなんか。象牙の鍵、何これ意味なくね、2つ。待って、どっか、何こいつ、何こいつ。これか、
早い早い早い。お尻だった気がする、弱点が。ちょ待って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 、あれ当たってる？いやお尻じゃなくても当たってんね。なんか弱そうじゃん。弱っ凄まじい殺気とか言ってたけど。お、レベルアップした。よしよしよし。で隠された部屋を見つけた。まあ、倒したからセーブしましょう。でまた奥へ行きます。あ、宝箱ゲット。イースの本。あ、これで終わりか。イースの本って確か読めないんだよね。美しい文様の施された革割りの古文書、失われた文字で書かれており読むことはできないと。装備してどうすんの。あれ見れる。イースの本。この謎めいた古文書を開いてみた。アドルの知らない文字が綴られている。へえ、ちょっと演出細かいね。じゃあ戻りますか、ゼピック村まで歩いて戻ります。それではまずはジェバか。お、フィーナも復活している。アドルさん、この子のことだったら心配いらないよ。もうすっかり元気なもんさ。疲れのせいで熱を出していただけ。お礼も言わないうちに倒れてしまって、助け出してくれて本当にありがとう。ジェバと話す。この子はしばらく私が預かることにするよ。どうやら怪しげな連中が付け狙っているみたいだからね。なぜあんなところに閉じ込められていたのか、今の私には分からない。私が覚えているのは牢屋でのわずかな記憶と自分の名前だけ。前のことを思い出そうとするとなんだか頭が痛い。あれ、ああ手に入れたよね。そうそうそう、本当に神殿でイースの本を発見したんだね。ジェワは少し寂しそうな目をした。運命の糸車は回り始めたのか。よく頑張ったね。さあ早くその本をさらに届けておやり。あ、そうか、さらに届けるんだっけ。あと村長さんのところも行きましょう。ここはルタの家だっけ。どれが村長の家だか分かんねえんだけど、これちげえし。村長の家も一般家庭って、あっちここがルタの家か。ルタの奥さんっぽい人がいたよね。これ多分ジェバでしょ。あ、でさっきのところか、やっぱり斧があるとこ。あ、そうだ、覚えとこう、斧があるとこ。まあ、もう来るかどうか分かんないけどね。それはまさしく銀の鈴。まさか君が盗賊から取り戻してくれたのかね。何、盗賊の仕業じゃない、神殿の地下にあった。うん、わけが分からん。とにかく君には俺をせんとな。そうだ、この指輪を持っていきなさい。パワーリング。それは我が家に伝わる家宝でな、君の力をさらに引き出してくれるはずだ。ということで一応装備をすると、青銅の指輪、筋力や潜在能力を倍増する力を宿しており戦闘では大きな助けになる。簡単に言うと攻撃力がそうですねプラスされるっていう、まあ、今強敵がいるわけではないんで、ちょっとウィングで帰ろう。ほいーっと、まあ、ミニアに戻ってミニアでまたウィング帰るからね。しかも200円くらいだし。で忘れないうちにこれウィング買い足すの忘れちゃうんだよね。先にウィングを買いましょう。1個しか持てないっていうのがね。ほい、じゃあサラのところに行きますか。占い屋さん、ここおじいさんになっている。サラがじいさんになってしまった。あなたがアドルさんですね。悲しい知らせがあります。サラが何者かによって殺されてしまったのです。かわいそうに。
この本を受け取ってください。死の直前に彼女から預かったものです。イースの本。自分に何かあったらアドルという赤毛の剣士に渡してくれと微笑みながら言っていました。冗談かと思っていたのですが、彼女が占い師なのを忘れていました。もっと真剣に受け止めていれば。そういえばサラは廃校へという言葉を残して息を引き取ったそうです。あなたなら彼女が何か言いたかったのか分かるかもしれませんね。あれ話せない。ああ、なんか作品によっては結局一命を取り留めたみたいなのもあるんだよね。一命を取り留めたっていうか、なんかうまく逃げたみたいな。まあでもサラは死んでしまって廃校へ向かわなきゃいけないんだけど、このまま直接廃校へ向かって大丈夫かな。まあいいか。じゃあ、次回はその廃校の方、ラスティン村があった廃校ですね、多分銀が取れたっていうところの方へ、向かっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。